皆さんこんにちは、今日は四本堂キャンプ場に、キャンプに来ました。どうですかこれ、めちゃくちゃ景色がいい。また後でいろいろ景色は撮りたいと思います。まずは設営をします。はい、設営が終わりました。今回でフロントフラップ3回目なんで、だいぶ慣れてきました。最近風にやられっぱなしのキャンプなんですけど、こいつ、このフロントフラップですね。こっちは問題ないんですけど、こっちは問題ないんですよ。こっちは向こうが風が吹いた時に隙間がパコって開いて風がテントの中に入ってくるので、100均でダイソーでこういうマグネット、こういうの売ってたんで、これを買ってきました。これでちょっと今日対策をしてみたいと思います。はい、問題のここですね。これが風が吹いたらもうこうなって、めちゃテントの中に風が入るんですよね。ちょっと今日試しなんで、これよかったら買い足してこうずらっと止めてみたいと思います。わ、いいかもしれん、意外と強力で結構しっかりついてる感じがします。パッと見あんまり目立たないです、マグネットしてるっていうのは。でマグネットが今ここからここまでなんで、この上は開きますけど下が止まってるんで、意外といいかもしれん。ここもそんなに広がんなくなりましたね。はい、中から見るとこんな感じ。これ買った時ですね、くるくるくるって丸めてあったので、まだ綺麗に伸びきってないんで、こう端っこが浮きますけど、これしばらくすると戻るんじゃないかな。まあでもしっかりついてますよ。パッと見もう隙間なくピタッと止まってる感じがしますね。あ、これはいいかもしれん。これ明日どうだったかもう一度お話したいと思います。はい、設営も終わりました。で、ちょっと今からお昼ご飯食べますけど、その前に恒例の三ツ矢サイダーいただきます。いや、天気がいい、めちゃくちゃ。今23度ありますよ。暑い、ちょっと T シャツになりました。はい、じゃあ三ツ矢サイダーいただきます。
うまい。うまい。小路さんは今日はオートサイトの17番に設営しています。12月からですね、このオートサイトもなんと1040円、一律1040円になってるので、めちゃくちゃお得です。っていうか坂道で息切れが、はい、もう18時です。18時なので、ご飯をそろそろ食べたいと思います。すぐ下に一組来られたので、あまり大きい声じゃ喋れません。で、今日の一食目、こちら。もつの味噌焼き。これを作りたいと思います。これちょっとスキレットが大きかったね。よし、出来上がった。よし。
今日はプレモル。はい、じゃあいただきます。じゃあ皆さん乾杯。めっちゃニンニク効いてる。うまい。今日のキャンプ飯はめちゃくちゃ手抜きです。何も作りません。こうやって温めるだけのやつ。たまにはね、ゆっくりしながら、ちびちび飲みながら、そういうキャンプをしたいと思って、今日は手抜きキャンプ飯です。うん、いいっすよこういうのも。いや、やっぱ薪ストーブいいっすね。オーブンで作ります。まあ作るって言ってもね、入れるだけなんですけど、とりあえず入る分だけ。こんにゃく、糸こん、これなんかな、なんか揚げ物、練り物、大根、ちくわ、卵、がんもどき、牛すじ、もち巾着。よし、とりあえずこれでいっとこうか。よし。よし、じゃあおでんいただきます。大根、うわやばい。いただきます。染みとる。うまっ。今日薪ストーブしてるんで、焼酎のお湯割りをします。
で、いちこのお湯割り。お湯割りいただきます。おでんと合う。うまい。おでんいいですね。やっぱ寒い時期はですね。YouTube ライブで皆さんおでんがいいって言われてたので。ちょっと朝になって風が出始めたんですけど、このつけたこのマグネットですね、これやっぱり意外といいですよ。しっかりついてる。風が入ってくる感じはないですね。これおすすめです。200円で1本100円なんで、2個裏側と合わせて200円で風対策になります。フロントフラップお使いの方はぜひお試しください。はい、で今回は、無事に薪ストーブもできたし、いいキャンプでしたね。本当に昨日も YouTube ライブ配信させていただきました。たくさんのコメントありがとうございました。楽しかったです。また YouTube ライブ配信次回のキャンプでもできたらいいなと思っています。ぜひ、お気軽にご参加ください。お待ちしております。ということで、ぼちぼち撤収を始めます。ありがとうございました。